どうも、ジャクロでございます。はい、ということで、今回はね、監督紹介と人選戦術紹介でございます。ということでね、早速監督の紹介からいきましょう。はい、ではね、今回ご紹介する監督は、ルイス・エンリケ監督ですね。スペイン代表監督で、元バルセロナの監督でございます。ということでね、戦術からね、見ていきましょう。ポゼッション、ショートパス中央流動的、フォアチップ中央アグレッシブ。ディフェンシブも同じですね。距離感なんですけど、サポート距離が4、ディフェンスラインの高さが8、コンパクトネスが7となっております。で、まあ、最近ね、よく比較動画で、エンリケ監督紹介してるんですけども、まあ、ご存知の通り、クロップ監督のディフェンシブ戦術とほぼ同じ、距離感も非常に近い、監督になります。クロップ監督に関しては過去に人選、してるんですけども、まあ、クロップ監督の時はですね、ハイプレスと抜け出しをテーマに、中央攻めなんですけども、サイドをうまく使いながら、攻めるスタイルで、人選しました。今回はですね、まあ、同じ人選にしてもね、やっぱり面白くないので、まあ、違った形でね、スタイルでこう人選してみました。今回は、中央特化のパスサッカースタイルで、人選してみましたので、ぜひね、スカットの方参考にしていただければなと思います。ということで、スカットの方見ていきましょう。ということで、まずは3トップから見ていきましょう。で、3トップって言ってもね、今回は0トップを採用しております。なんで、まあ、中央のね、セカンドトップから、見ていきましょう。まず、中央の、セカンドトップに関しては2列目の飛び出しかラインブレーカー、を採用しております。で、両プレイスタイルともにですね、求めてる能力はね、近くて、まず一つ目に得点能力、特化であれば、オフェンス決定力、パス能力、スピシュン、ワンタッチシュートの有無、こちらを見ております。で、二つ目が両サイドを活かす、人選であれば、ワンタッチパス、スルーパス、逆足精度頻度とスピシュン、こちらを見ております。で、上記のね、能力プラス、バランスを見て、決めております。ということで、2列目の飛び出しの選手に関しては、グリーズマン、クライフ、ロイス、カイ・ハーフェルツなんかがおすすめです。で、それぞれね、この4人は足りない能力はあるんですけども、まあ、どの選手を選ぶかは、まあ、人それぞれかなと思います。で、私今回ね、グリーズマンを採用してるんですけども、まあ、グリーズマンはね、まあ、両足、精度っていうのは高くないんですけども、まあ、ワンタッチシュートのね、精度、まあ、キレ、まあ、なんていうのかな、それがですね、他の選手よりね、使用感がすごく良くて、まあ、シュートを打つまでのね、ラグがすごく少ない気がするんですよね。まあ、スムーズにシュートを打ってくれるというか、まあ、そこが良くて、グリズマの方をね、採用しております。まあ、2列目の飛び出しの選手の中でも、まあ、オフェンスセンスっていうのはズバ抜けていて、まあ、非常に良い抜け出しをしてくれるっていうのも、まあ、採用の理由になります。はい、ということで、まあ、ラインブレーカーであればもうムバッペぐらいかな。今回のねテーマ、パスサッカーのをテーマにするとムバッペ、まあ、スピード瞬発があって、まあ、グランダーパスの能力が高くてオフェンス決定力、ワンタッチシュートがある、まあ、それを兼ね備えているのはムバッペかな。ということで、両サイドセカンドトップいきましょう。この両サイドに関しては、まあ、3つパターンがありまして、プレスタなしのウィングストライカーを2枚、プレスタなしのウィングストライカーとインサイドレシーバーで、プレスタなしの、ウィングストライカーとチャンスメーカーの組み合わせで、この、3つの選択どれにするかによって中盤の人選が微妙に変わってきます。で、求める能力は中央のセカンドトップと同じで、まあ、それにプラス能力のバランスを見て決めております。で、まずウィングストライカーのプレスタなしから見ていくと、まあ、アザール、インシーニエ、マルシャル、ニャブリ、キエザ、ロナウド、まあ、この選手たちかなという感じですね。まあ、一番のおすすめはアザール。能力のバランスが良くて、ワンパスルーパスを持っているというところですね。オフェンス決定力も十分にあるし、スキルも、いいと。まあ、パスサッカーをするんだったらアザールが一番いいかなとは思います。では、続いてインサイドレシーバープレスタなしですね。これはメッシ、ビニシウス、サラ、コーチーニョになります。まあ、メッシ持っているんだったらもうメッシを使うのが一番いいかなと思います。他の選手はそれぞれね、足りないところが微妙にあるので、ビニシウスとコーチーニョだったらね、まあ、決定力が足りないとか、まあ、サラだったらパス能力がちょっと足りないとか、まあ、そういったことがあるので、まあ、メッシ持ってる人はメッシがおすすめです。
で、チャンスメーカー。チャンスメーカーね、非常にこの条件満たす選手少なくて、まあ、ネイマール、ジョン・アフィリックス、FP の久保選手。まあ、ネイマールはワンパス、ルーパスないんですけど、まあ、ドリブルもうまいですし、パスの能力、数値的にはかなりいいので、まあ、オフェ戦決定力もある。ということで、まあ、ネイマールは、まあ、特別枠ですかね。はい。ということで、まあ、ジョン・アフィリックス、FP の久保選手なんかは、まあ、パスの能力が高くて非常に使いやすいというところで入れております。で、まあ、個人的に良かった組み合わせなんですけども、これは中央、が2列目の飛び出しで、両サイドのセカンドトップが、ウィングストライカーのプレッシャーなしを2枚置く。まあ、これはですね、ちょうどね、距離感が良くてパス交換をすごくしやすい、で三角形も作りやすい、というのでこのバランスが良かったです。で、まあ、距離感のバランスを見てインサイドレシーバーやチャンスメーカーを選んでもいいのかなと思います。で、他のプレースタイルなんですけど、まあ、他のプレースタイルとか、他の組み合わせに関してはここでは、まあ、紹介おすすめはしませんが、まあ、個人の判断でね、そこは選ぶといいかなと思います。今回のテーマに沿った人選は、今解説した通りなので、まあ、それ以外に関しても個人の判断でこの動画を、ね、参考にして、組み替えるのもありなのかなとは思います。はい、では中盤ですね、CMF、からね見ていきましょう。まずね、求める能力はパス能力とパススキル、そして、攻守のバランス。まあ、先ほどの両サイドセカンドトップでどの選手を使用するかによってね、人選っていうのは変わってくるんですけども、まあ、距離感と、動き方のバランスをね、調整するために、ここはね、前の位置の選手とバランスを取って決めております。で、まずね、インサイドレシーバーのプレスなしとかチャンスメーカーの後ろに置くんであれば、プレーメーカーかボックスとボックスがいいです。で、ウィングストライカープレスなしの後ろを置くんだったら、2列目の飛び出しの選手かボックスとボックスかハードプレス。で、まあ、どんな選手がいいかというと、ボックスとボックスだったら、まあ、サウルですとか FP のバレッラ、FP マッケニー、ゴレツカ、FP ラビオとか、まあ、そういった選手かな。まあ、ボックスとボックスは選手が多いので、まあ、条件に当てはまる選手いっぱいいると思うので、まあ、自分の持ってる選手でいいかなと思います。で、2列目の飛び出し、2列目の飛び出しの選手に関しては、ミレンコビッチ・サビッチ、まあ、アイコニック・ロブソンぐらいかなとは思います。まあ、アイコニック・イニエスタとか、ティアゴ・アルカンタラに関してはちょっと守備能力がねきついかなっていう感じです。まあ、自信があるんだったら全然使ってもいいと思います。で、ハードプレス、ハードプレスはもうカンテ・ゾブリンかな。まあ、ワンタッチパス、スルーパスも持ってて守備も強いので、あとスピードもあるということで、この2人かなっていうことになります。で、必ずね、1人はボックスとボックスを入れた方が組みやすいかなと思います。まあ、ボックスボックス入れないと横の動きがねやっぱり少なくなってしまいますので、まあ、横の動きも少し欲しいんで、ボックスボックスは、1人入れましょう。で、インサイドレシーバーやチャンスメーカーの後ろに、まあ、縦の動きの多いハードプレスとか2列目の飛び出しを置くと、やっぱり距離感のね、バランスが崩れて、まあ、パスがしづらかったりですとか、ぶつかってしまうデメリットがあるんですよね、近すぎてね。まあ、そういったデメリットを解除するために、まあ、前の選手のプレイスタイルを見て、まあ、配置を決めております。では次 DMF ですね。DMF に関してはパスの能力と守備、を重視して、ということはね、やっぱりアンカーとプレーメーカー、まあ、プレーメーカーに関しては守備力が高めを推奨しております。で、アンカーで言うと、ロドリ、ブスケツ、グエンドゥジ、バリオス、まあ、この辺りかな。まあ、バリオスはね、パス能力自体はねそんなに高くないんですけど、ワンタッチパスがついてるっていうところですね。はい。で、プレーメーカーで言うと、まあ、クラブセレクションのデヨングとかアイコニックライカールとこの辺になるのかなと思います。うん。まあ、この位置に関してはガンガン前に出るというよりも、まあ、中盤の底に位置して、まあ、パスサッカーを支える、まあ、または守備の要という役割で、 CMF に、プレーメーカーを使用した場合はですね、まあ、そちらが司令塔の役割も判断するので、まあ、その場合は守備に集中はできるかなと思っております。はい。ということでディフェンダー行きましょう。はい。ディフェンダーに関しては基本的にいつもとね考え方一緒なんですけど、今回は、まあ、スピードとパスを意識した人選にしております。まずサイドバックからですね。サイドバックに関しては安定したパス回しはしたいので、まあ、両サイドバックできればつけたいなと。まあ、3CB にしたい場合はねそれでもいいかなと思いますけども、まあ、非常に、まあ、パスアップをするには両サイドバックつけた方が、まあ、やりやすいかなと。ただ、まあ、守備力を意識して、まあ、攻撃的サイドバックとプレスタなしで組んでおります。で、攻撃的サイドバックに関しては、マルディニー、アーノルド、ロバートソンぐらいかな。うん。
で、他にもまあいっぱいいるんですけど、私はこの3人がまあ紹介の方ですね。で、プレスタなし、プレスタなしだったらバリオスとかゾブニー、まあヌドンベレあたりかな。まあ適正なんかもつけてですね、この辺がまあ使いやすいです。で、センターバック。センターバックに関しては今回ね、まあいつもとちょっと変えてみました。まあリュカ・エルナンデスとヨナタン・ターの組み合わせで組んだんですけど、まあこの2人の共通点はやっぱりスピードがあることですかね。で、2人ともそれぞれ特徴があって、リュカ・エルナンデスはスピード、パス、アグレッシブが非常にいいと。ただまあ両足、頻度精度、フィジカル、まあ高さっていうところは不安材料なんですけれども、まあ非常に使用感良かったですよね。そしてヨナタン・ター。ヨナタン・ターに関しては、まあ、スピードがあってフィジカル強くてディフェンス力もあって高さもある、能力的には十分、ただビルドアップなんですけど、まあ、アグレッシブが、ね、91なんですよ。で、他の優秀なセンターバックですとかビルドアップの選手と比べて、まあ、低いとは言わないんですけど、まあ、控えめ、大体まあ強いセンターバックに関しては98とか99とか非常に高い数値なんですよね。まあ、それよりはね少し数値が低いので前に出すぎて裏を取られる心配が、まあ減るかな、リスクが少し減るかなという感じ。ビルドアップでねアグレッシブネス高いと本当に前に出ちゃうので、まあだからまあ使用感いいのかなとは思いました。で、同じくねピケ、ピケはねスピードはないんですけど87なんですよね、アグレッシブネス。だからまあそこまで高くなくて、まあアグレッシブがそんなに高くない数値で、この辺の数値ですと、まあ少し距離を取ってくれる印象があるかなっていう感じです。なんでまあ突っ込みすぎない感じですかね。はい。ということで、このスピードのある2人を選んでおります。で、続いて、ゴールキーパー。ゴールキーパーに関しては、まあ、攻撃的、GK にしております。まあ、ディフェンスラインはね、この監督高いので、まあ、裏を取られる可能性は、あると。ということで、まあ、攻撃的 GK にしておけば助かる場面がね、何回かあったので、まあ、攻撃的 GK を推奨しております。はい。ということで、まあ、ポイントなんですけど、まあ、これまあ 3ST にすることによって何がいいかというと、まあ中央に寄せるとともにですね、まあ中盤との、距離も近くなるんですよね。まあギュッとこう中に、寄せて、まずパスのスペースが常にある状態を作りやすいと。まあそうすることによって、パス交換のスピードを上げて相手の陣形をね、崩すというところを、まあ意識して、この形にしております。で、そうすることによってね、誰が起点となってもね、得点できる利便性っていうのも生まれるんですよね。もちろんその中盤のね、今見てる、ロブソンとかサウルとかも、まあシュートチャンスに加わるという意味では、誰がね、シュート打つかわからないというところで相手も撹乱できますし、パスのスピードについていけず、相手を崩すというところも非常に可能なのかなというところですね。で、なんでそれがパススピードにつながるかっていうと、やっぱり距離感がね遠いと、まずねパスのスペースを見つけるところから始めますよね。なんでその時間で、まあ、ロスルというか、その時間で、スピーディーなパス交換というのがちょっと難しくなってしまいますので、まあ、ギュッと中に寄せて、常にねパススペースがあるような状態を作っていく、これをテーマにしております。はい、ということで、まあ、クロップ監督とはねちょっと違った形で人選してみましたと。はい、で今回のねパスサッカーも非常に楽しいので、ぜひね試していただいてウィーリーアプリを、楽しんでいただければなと思います。ということで、今回はこれで終わります。次回もウィーニングイレブンアプリ2020で会いましょう。さよなら。